どうも皆さんこんにちは、三浦です。今回はね、無限ダンジョンに挑戦していきたいなと思います。第4層ね。ちょっと待って、西洋館どうした？ね、復活できない どんどん死んでいっちゃうんですけど。おい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 、これもしかしてバグってる？ちょっと助けてあげて、かわいそすぎるでしょ。ああ、ちょっとマツコデラックス、いやー、復活した瞬間にやられちゃうな。なんかね、今回の妖怪ウォッチバスターズ2、ちょっとバグ多いんですよね。おいおい、敵来た。でもちょっと治るかもしんないから。うわ、敵も来てるし。きついなー、おい。ちょっとこれ直してもらいたいですね。やめよう、ちょっとこれ一旦リタイアするか。きつ、まあこれちょっとしょうがないよね。まあこれまだ1回目だったからよかったけど、もう無限ダンジョンのかなり深いところでこのバグが出てきちゃうと相当つらいよな、これは。さあちょっとやり直そう。なんで？まただ。何がおかしいの？しかもなんでいつも西洋館ばっかりなんだよ。きついなー、無限地獄行けねえじゃん先に。うわー、これゲットしたいけどなー、ゲットしたところで。あー、ダメだ、またリタイアか。これリタイアするとあれじゃないの？あれが減っちゃうんじゃない？もしかして。まあでもしょうがないか、これ。今、電源を落としたんで、さすがに大丈夫だろうと思ったんですよ。で、この西洋館が今、ジバニャンがいるところに入ってたんで、ちょっと場所がおかしいのかなっていうことで、場所も変えたんですけど、今度、ジバニャンがダメですね。うん。2列目がダメなんだな。何なんだろうな。なんか、チートとかさ、そういう、なんか改造とか、そういうことをやってるわけじゃ、普通にプレイしてるだけなんですけどね。これちょっと、何がいけないんだろう何なんだろうな。しかも、復活しないだけじゃなくて、1ダメージ、たった1ダメージを食らっただけでやられちゃうんですよね。最初にやられた時が。これダメですね。ちょっと、どうしたらこのバグが治るのか、ちょっといろいろやってみようかな。はい、ちょっと、リセマラ、まあ、リセマラって言わないな。電源、落として再起動しました。ちょっとこう、このジバニャンの、あ、何がいけないのかな？ちょっと武器を変えてみようかな。うん。ちょっといろいろやってみよう。あ、とりあえずちょっと外してみようか、これ。お肉だき黒。これ関係ないと思うんだけどな。この武器、最大 HP がマイナス85になってる。ちょっとこれがちょっとくせ者かもしれないね。とりあえず外しました。これでいこう。お、治った。今またたびダメージ食らったけど、死ななかったね。あ、やっぱお肉だき天がいけないんだ。じゃあこれでお肉だき天を装備させた状態で、さっきみたいなバグが起これば、これお肉だき天がいけないってこと確定ですね。やっぱそうだ、お肉だき天だ。ああ、なるもん。お肉だき天を装備するとこういうことになるか。これ外したら、あ、復活した。なるほど。原因がわかりました。これは確実にこの、
新鬼砕きか、あ、鬼砕き天じゃなかった、新鬼砕き黒っていうやつを装備するとちょっとバグりますね。ヒットポイントがマイナス85っていう、マイナスのスキルがついてるんですけど、このせいですね。はい、ということで原因が分かったんでここでおしまいにしたいなと思います。これなんだろう、これダンジョンで多分無限地獄、無限ダンジョンで拾ってきた武器だと思うんですけど、これはちょっと装備しない方がいいですね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。